これだ。Keep calm down. Keep calm down. Keep calm down. なぜ BF なんだ？なぜ今頃になって BF4 なんだ？いや、そういうことはいいとして、お久しぶりです。イゾルテさんです。お久しぶりです。道後エースです。お久しぶりです。あれだよね、つなぎですこれは、うん、なんだろうな、お目当てのね、はい、あるんでね僕らにはダークソウル3っていう、まあ、簡単に言うとね、おつなぎだよ、うん、あれ俺ダークソウル2ってボケたのになおかしいなイゾルトさんダークソウルやったことないだろやったことねえよ、もちろんやったことない。ブラッドボーンもやったことないの。まあそれはいいな、うん、RPG 系はね白騎士物語しかやったことねえんだよ俺は白騎士物語やったことないけどね。あれ、うん、あ、公平できちゃった。あ、いる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 。え、死なねえ死なねえ、なんで何何何？だってクソ、うん、クソなんちゃらだからね、あのゲームはクソじゃないよ。あ、ありがとう、起こしてくれた、イゾルトさん。どこ？あ、いたいた。俺ちょっと次から MPX をね使いたいんだけど、ちょっと突撃兵だ。あ、上にショットガンいるサイガちゃん。サイガなんて消えればいい。ショットガン強いよなこのゲーム。俺でも全然この BF4 はね、うん、BF4 界隈に今飛び込もうとしているところなんだけどさ恐ろしいね。もう先人たちがものすごいいるわけじゃん、バトルフィールドに、うん、で、ね、ハードラインもさ、うん、クンがバイシュンクンがいるからさそんな人らと太刀打ちしようとしてるんだよ今僕たちは恐ろしいね、なんたるチャレンジ精神。でもね、あ、うん、この人マイクロタボール使ってる。俺も使いたいな。バトルフィールドのさ、いいところ、うん、っていうかさ、俺感動したことがあるよバトルフィールド4で。おう、言ってみなよ。あのね、まあ CODAW にはさ、あの、うん、KF5 ってあるやんあるね。バトルフィールドにもさ KF5 じゃなくて、まあ、あの、うん、MPX があるやん。うん、あるね。俺相当感動したんやって。あ、これ KF5 やんっつってで、なんだっけな、チェインリンクのゲームモード、うん、バトルフィールド4のチェインリンクを、10個のチェインリンクを生成するっていうチャレンジがあって、うん、まあ、それを達成したら MPX が手に入ったんやけどさ。で、手に入って、うん、で、射撃場に行ってさ、見てみたらね、うん、まんま KF5 やってね、テンション上がるよねうん、上がるね、それは。うわーってまんまやっつって、あのストックの部分、ストックが伸びてる部分とかそのまんまやんっつって、横からで2本バッと出てきてさ、うん、うん、で、あとさ MP11 もさあるよね、うん、あるねバトルフィールドね。 MP7 だよね。あ、 MP7 の方が確か名前が正しいんだったかな。あれだろうね、 MP11 もあるのかどうか知らんけど、あの AK12 だったかな、 AK12 もさ、うん、AK12 は確か実在するよね、うん、本物だよね、リアルで。はい、あマジかさあ、ウニか、ユニカか、これウニ、ユニカ、ユニカ俺レックスの方が好きなんだけどな、リロードモーションがさかっこいいやん、うん、俺的にはレックスがかっこいいと今つけてるんだけどね。これまだそのゴーストリングを出してません。やっぱ B… うん、やっぱ BF やってて楽しいな、銃の多さっていうのがね。そうそうそう、やっぱり、ね、実銃っていうのと、うん、実在する銃、ね、どうしてもそれが楽しいだよ。そう、起きろ、そうなんだ、起きろ。ああ、すまない。起こしてすぐ殺しちゃったのかな今のは。ダメだ。あ、ありがとう、ありがとう。はいはい、めっちゃ死んでる、はいはい、みんな死んでるよ、ここは基地だ、基地。おらららら、グレネード投げる。階段上ちょっと怖い、怖そう。大丈夫、医療キット。うらー、オッケーオッケー、マルチキル。おら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 、あ、やばいやばいやばい。はい、ベイベイ、よし、一人やった。あ、敵だ。うわー、あ突撃したらダメだな。ドミネーションだよねこれ。158対231で現在負けておりますすっごいね、 BF の血ですとか立ち回りを意識する、ね、そうそうそう、うん、
さっきも昨日の夜中とかもやってたんだけど、すごくチームデスマッチやってるだけでも立ち回りを意識して、うん、あ、うん、めっちゃいいエイムでいけたっていうけど、そっからがいけないっていうね2人3人は辛いよね。あ、これ今死んじゃうかも。ほらー、制圧射撃。あ、やめてやめてやめて殺さないで殺さないで、やばいね。こういうバトルフィールド、こういう緊張感が、戦場の緊張感が1人やった。この前線でのね、緊張感があるわけだよね。ちょっとマジグレネード飛んでくる、や1人やった。怖い怖い、弾がないんだが。え、味方が死んでる。俺1人かこれ今いるの。やめとこ、援護に行けたら行くけど、援護に行けたら、あくまで行けたらだからな。あー、後ろだ、挟まれてる。あ、やべ死んじゃったうん、どうしても AW とか COD 系やってるとアタッチメントのね、うんうん、ホープさんに BF は驚かされてしまうんだよね。アタッチメントはなんか決まってる感じする気がする、バトルフィールドは。あー、もうなんかアンクルグリップにあの、うん、レーザーつけて、で適当なスコープつけて、あの IR スコープが強いのかな、まあ、これもクンがつけてるんだけど、あのスモークでも投資できるっていうね。あれ、イゾルトさんあっちか、逆サイドにいるのか、うん、ファイアインザホール。あ、マジか。 BF になった時にマップ見なくなるからねそう、うん、マップ結構、まあちょっと広い、広いというかさ、ちっちゃいよね、うん、あの常に、うん、なんだっけ、あれだよ、ペリフェラルつけてるような状態だよね、うん、ペリフェラル回みたいなつけてる感じよね俺こっちの方が好きやけどね、いろいろ情報見れて。前にいるな、1人2人、1人やった、ごめん無理だった、1人しかやれない。ちょっとこれ蘇生できないな、ごめん。どうぞ見捨ててください。見捨てるのも勇気ですから、これはやばいあー、何、ピョン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 ぐらいか。俺 COD が嫌いになったわけじゃないからねうん、バトルフィールドが今は面白いからやってるだけだよ。うん、ほら、湧いたら前にいた、オッケー、ナイス。ちょっと旗意識しなくちゃいけないことない、これそうそうそう、結構忘れてた俺は。そうそうそう、忘れちゃうの、実況してたら、うん、じゃあ B 行きますか。あれ、いるいるいる。あー、ごめん、上にいるわ。キャットウォークから渡りに、おうおう、あ、行ったけどどっか行っちゃったね、うん、走ってる走ってる。エース、エース使いたい、名前と一緒。まだ使ったことないからさ、 あれね、どこだったかな、うん、似た感じの武器がモダン2か3にあったよね、うん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 、覚えてないけど、あれはすごく使いやすかったってイメージがあったから、使ってみたいっていう気持ちはあるけど、まだ使ってない。 今はファマスが好きかなファマスとタボールかな、突撃兵で行くとね。すまん、あ、なるほど、1人蘇生され、蘇生したやつ1人。あ、階段から3人ぐらい湧いてる。あ、ごめん、すまん、あうん、うん、さあ、いや、好きな銃が使えるっていうのはいいよ。そう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 、俺は早く KSG を出したいKSG ね、今ショットガンも使ってるんだけど、あれ なかなか立ち回りが難しいんだよね、うん、マップとか覚えていかないと。スラグガンってあったっけ、ショットガン。そうそうそう、あるあるある、ある、ね、あのいろんなショットガンの弾があるから、 KSG もね、あの普通の3弾にもできるし、逆にスラグガンにもできるから。フレシェット弾だったかな、フレシェット弾。バトルフィールド3では、あの M870、 今はM870、うん、MCS にの人にやられたところなんだけど、全く一緒の銃を使ってあのバトルフィールド3のチーデスでね、うん、フレシェット弾とスラグ弾を、まあいろいろ、スラグ弾だかな、フラグ弾じゃないな、スラグ弾か、一撃必殺のねあれを使って、すごくね立ち回ってて、ショットガン禁止部屋なのにそんなに知らねえよっつって、でパラシュートから手法を落として爆撃してたいいね。今考えるとね、それをちょっと今追体験みたいなことしてるわけだよね、バトルフィールド4で、うん、なんでさ、でもちょっとあれだよね、遊び尽くされたゲームって感じは否めないよね、バトルフィールド4も、うんうん、いやでも俺は遊び尽くされてるっていうか、俺はだからこそゆったりあののんびりできるゲームかなっていう土壌があるかなっていう感じハードラインだとさ、やっぱなんかみんな、うん、あの最新作だっつって突撃するわけじゃん、頑張って勝とうとするわけじゃん。そうだね、だからちょっとぬるい遊び方さ変な遊び方しちゃったらなんか白い目で見られるって感じが
俺の中ではあるんよBF4 だとさもう遊び尽くえー湧いたのに、湧いて結構打ったのに遊び尽くされてるからこそ端っこで遊んでられる、うん、端っこでそういうことそういうことあのミソカスがいてもさ許される土壌になってるから、うんうん、俺は今だからこそ BF4 を遊ぶべきだと思うね、うん、うん、そうだねもちろん一人じゃなくてこうやってねイゾルトさんと二人でやるみたいな仲いい友達とね、うん、一緒に遊ぶみたいな遊び方があの今から始めるんだったらやればよろしいかとふわっ敵やってたから起きろ起きたよ起きたよ仕方ないほら、まあ、世界大会後ろ後ろおマジ出てこいよ出てこいよ出てこいよサイガはうぜえなうわ燃えるこれ味方のグレネードかいやこれ今挟まれてないあですよね分かってましたはいいやサイガも好きなんだよね BO2 でめっちゃ使ってたからあああったねそういえば BO2 にも、うん、KSG の方が使ってたんだけどS12 も使ってたてかショットガンはもう全般使ってたうんゾルテさんショットガンナーだよね生粋のうんで今ショットガンで頑張ってんだけど狩られてるね、うん、完璧に狩られてるいやいやいやサイガを出そうとして負けてもいいんだよ今だからこそ、うん、今だからこそ負けていいんだ、うん俺はそう思うよ俺そういえば負けた試合まだ一度も出したことなかったような気がする動画でいい機会なんじゃないですかね、うん、おい2人抜かれてんじゃないかどこからどこにいたタボールかあー階段かマジかマイクロタボールいい武器だ、うん、俺も大好きなカービンライフルだ久しぶりにタボールって言ったねうん久しぶりにねなんて MTAR とかあ負けちゃったお疲れさんですああお疲れさんですさあのんびりやってきたからね2人でやる実況に需要はあるんでしょうかあるんでしょうかねまだこれから先もさうんなんか別のゲームをさてか俺ら続けるよっていうか続けるっていうかこのままあの撮影は続けます、うん、まだ話すことはいっぱいあるんでねうんそうだね、まあ、今回はここで区切りをつけます話すことはたくさんあるからお疲れさんです、はい、ありがとうございますまたありがとうございますねあのアップロードしてすぐ次の瞬間出てると思うんで、はい、引き続きよろしくお願いします引き続きお願いします、はい、はい、バシン、はい、バシン。